時は寛政年間、派手好みの将軍徳川家斉様のお膝元。正月を明日に控えたこの江戸の町は華やかな浮かれた気分に包まれています。年の瀬も押し詰まった大晦日、年のうちに掛け取りを済ませねばと方々のお店の番頭や手代が江戸の町を走り回っております。ここにもそんな一人、駒物問屋佐野屋の手代為吉がおりました。今年は掛け取り金もすんなり払ってもらえたし、明日はいい正月が迎えられそうだ。おや、雪が降ってきやがった。通りで寒いわけだ。ふと大川を見ると、船まんじゅうの船が何艘も浮かんで客待ちをしております。掛け取りがうまくいった為吉、ふと遊び心が起きました。まだ時間もあるし、ちょっと温まっていくか。船まんじゅうとは、大川に船を浮かべその中で客の相手をする下級女郎のことです。値段は32文ほど。当時二八そばといって、そば一杯が16文の時代です。そば二杯で女が抱けました。当然若い女はおらず、吉原で年季が明けても故郷へ戻れず、行くあてのない女たちが流れ着きます。姉さん、世話になるぜ。おー、火鉢がある。こりゃありがてえ。当たらせてもらうよ。こっちへ来てあったまりな。その後で私が体の芯から温めてやるよ。さあ、急いで帰って年越しそばにでもありつこう。金もしっかり受け取った。懐へ手をやり、受け取った金を確かめようとした為吉の顔色が変わります。ない、ないぞ、金がない。嘘だろ、そんなことって。畜生、どこで落としたんだ。どこを探してもない。これだけの人手だ。今頃見つけた奴がさっさと自分のものにしちまったんだろうな。為吉は昼は江戸中を駆け回って金を探し、夜は軒下で菰をかぶって夜露をしのぎ、あっという間に正月三が日を過ぎてしまいました。どうにも見つからねえ。このままじゃ店へも戻れねえ。いっそここから飛び降りて死のうか。大川を行き交う船を見ていた為吉、はっと気がつきます。あ、そうか、あん時だ、あん時に忘れたんだ。船まんじゅうを抱いた時、寒いから上は着物を引っかぶってたが、懐の金がどうにも邪魔になって枕元に置いて、それっきりだ。急いで船着き場に駆け戻った為吉、あの時の女はいないかと探し回ります。どこだどこだ。すると浮かぶ船の中からも、見覚えのある女が人を探すように顔を覗かせています。為吉はそしらぬ顔でその船に乗り込みました。相手は下船女郎だ。金を忘れたなどと言えば足元を見られるだろう。ここは知らぬ顔で探りを入れてやろう。ところが驚いたことに、女の方から話をしだしたのです。兄さん、大晦日に来てくれた人だね。あの時船に何か忘れてやしないかい。思いがけず女の方から言い出され、為吉は用心も忘れて打ち明けます。そうです姉さん、大事な大事な店のお金を忘れたんです。ひょっとしてこれかい。大事なものだろうから取りに戻ってくるだろう。そう思ってあれから毎日この辺りに船を浮かべていたのさ。これだこれだ、ありがてえ姉さん。これこの通り礼を言います。命が助かりました。姉さん、これは少ないですがお礼です。取っておいてください。もらえないね。当たり前のことをしただけだ。こんな商売をしているが、人様のものに手を出したりはしない。それより早く金を持って店へ戻りな。じゃあせめて姉さんの名前と束ねている親方の名前を教えてください。私はおとき、親方は大川の源助と言うんだよ。佐野屋へ戻った為吉、店では手代が売掛金を持ち逃げしたと正月から大騒ぎの最中でした。為吉が戻りましたよ。皆さん、為吉が戻ってきましたよ。正直に申します、大切なお店のお金を持ちながらつい遊び心を起こしてしまいました。為吉は事の顛末を包み隠さず話しました。話は分かった。褒めたことじゃないが、若い者にはありがちなことだ。よく正直に話してくれた。今回は金も無事に戻ったし、なかったことにしよう。それよりその船まんじゅう、下船の見ながら見上げた心がけだな。どこの誰だか聞いてあるんだろうね。はい、女の名前と束ねている親方の名前を聞いてあります。姉さんはおときさん、親方は大川の源助と聞きました。お前も今度の失敗がいい教訓になっただろう。いい機会と言っちゃなんだが、お前にもそろそろ乗れん分けようと考えていたところだ。どうだい、自分の店を構えてみる気はあるかい。え、本当ですか。
ついては一人見ちゃいけない。これも何かの縁だ。私が金を出しておときさんを見受けし、お前との仲を取り持ってやろうじゃないか。所帯を持って二人して商いを始めてみちゃどうだい。おときさんとやらは女郎商売をしていても人様のものには決して手を出さぬ立派な心がけの人だ。佐野屋の力添えでおときの身受けも叶い、無事婚礼の運びとなりました。高砂屋、この裏船に帆を上げて、本日は皆様にはお集まりいただきありがとうございます。この二人はひょんなことで出会いましたが、本日より夫婦として末永くお願いいたします。瞬く間に一年が過ぎ、また大晦日がやってきました。お前さん、あれから一年経っちまったんだね。ああ、早いもんだな。まさかお前と夫婦になるとはな。本当にね。これからもよろしく頼みますよ。こっちこそだ。まこと正直の神戸に神宿るとか、貧しくとも正直な二人にこれからもいいことが訪れますように。落語の人情話のようなお話です。お江戸の都市伝説かもしれません。しかし時として上級国民より下賤の者の方が真心を持っている。これもいつの時代でも本当のことかと。大漫画レリア